おい、やあ。かなと、すみれ、泣いているのに。ダメ、体が動かない。どうしたのかしら、早く起きなきゃ。ちょっと、なお、かなお。かなお、大丈夫か？炭治郎。子供たちが泣いているから何かあったのかと思ったら、カナオすごい熱じゃないか。起きれるか？そっか。私、熱が。そういえば昨日からなんか寒気がすると思っていたけど、あれ、起きたいのに起きられない。そうか、起きれないほどなんだな。少し一人で待っていられる？葵さんのところに行って薬をもらってくるから、少しだけ辛抱してくれ。はい。カナト、スミレ、父さんと一緒に葵さんのところに行ってこような。気をつけて。こんなに辛い風初めてかも。ごめんね、炭治郎。カナオは暖かくして休んでいて、無理して起きたりなんてしたら絶対ダメだからな。してきたかも。そうですか、高熱が。それではこの薬と喉の痛みにはこれ、あと咳も出るようでしたらこれと、それから。あ、葵さん、そんなにたくさんですか？多分熱だけだと思うんですが。何を言っているんですか。おそらくカナオは数日前から風邪をひいていましたよ。きっと子育てに気を取られ無理をしてしまっていたに違いありません。そうなんですか。そういえば昨日夕飯をあまり食べていなかったような。やっぱりカナオ、昔からそういうところがあるんです。性根というか忍耐というか、なんというか。俺、カナオのことをちゃんと気づいてあげられていなかった。こんなんじゃ夫失格じゃないか。そんなことはありませんよ。自分を責めないでください。あれ、そういえばお子さんたちは今日どうしたんですか？二人ともそこにっていない。どこに行ったんだ。カナとスミレ。そうでした、歩けるようになったんですよね。伊之助さん、炭治郎さんの家のお子さんたちが逃亡しました。探してください。いた。もう心配したんだからな。お母さんが育った家は広いんだからな。今度お母さんと来た時に探検しような。はい。無事見つかってよかったですね。あ、そうだ、これカナオが好きなみかんラムネです。食欲がないようでしたら食べさせてあげてください。何から何までありがとう、葵さん。歩きたい盛りのお子さんたちを連れての外出は一苦労ですからね。また何かあったら何でも言ってくださいね。はい、それじゃあカナオが待っているんで行きますね。お気をつけて。ただいま。はい、はい。し、お母さんお熱だから静かにしような。うん、炭治郎帰ってきたみたい。お迎えに。まだダメみたい。体が言うことを聞かない。起き上がるのがやっとね。カナオ、起きている？うん。薬飲めそうか？あ、こら、お母さんはお熱なんだからやめなさい。はい、はい。ごめんね、カナとスミレ。うつったら大変だからあまり近づかないでね。やい、もうもう。そうだぞ、ほら、お母さんから離れるんだ。おお、はい。よし、こうなったら捕まえた。父の呼吸、飛行機の肩、ブーンブーン。カナオ、薬ここに置いておくな。この子たちが落ち着いたら飲むの手伝うから、ちょっとだけ待ってて。ブーンブーン。あ、言っちゃった。やっぱ
枕とか手ぬぐいとか準備していってくれてたんだ。それにおかゆとお水まで。少しでも食べて薬飲もう。早く治さないとね。いただきます。ふぅ、ちょうどいいところに禰豆子が来てくれてよかったよ。カナオに薬を飲ませないとな。おかゆも食べていないなら温め直して。眠っているみたいだな。うん、薬も飲んでいる。濡れ手ぬぐいだけ変えていこう。どれくらい眠っていたのかな。さっきよりだいぶ楽になった。薬のおかげかな。あれ、炭治郎たちまだ布団に来ていない。ってことはまだ夜中ではないみたい。にしてもあまりにも静か。もしかして何かあったのかな。あれ、履物はあるし明かりもついている。一体どこに。キュイと。やったな。よかった、お風呂に入っていたのね。一人で二人を入れてくれるなんて。しかも子供たちの着替え準備まで完璧。感服だわ。声かけようかな。でも子供たちが言うこと聞かなくなるかな。いいか、カナとスミレ、お母さんは頑張り屋さんだから少し頑張りすぎてお熱が出てしまったんだ。だからお母さんが早く良くなるようにお父さんと一緒にいい子いい子でいるんだよ。ははは、偉いぞ。さすが俺とカナオの子だ。カナともスミレも、もちろんカナオも俺にとって何よりも大切な人だから、みんなを守るのがお父さんの役目だからな。炭治郎、私熱出してよかったかも。ありがとうね、炭治郎。よし、俺たちも風邪をひかないようにご飯をもりもり食べて、今日は早く寝るぞ。はい。そうかそうか、お腹が空いたか。今日はお父さん特製の本当にいいお父さん。今日は甘えてゆっくりさせてもらおうかな。炭治郎と結婚してよかったな。お、何これ。カナオへ。俺、葵さんに聞いて、カナオが体調悪いのに無理していたんじゃないかって気づかされたんだ。ごめんな、気がついてやれなくて。これからはカナオのこともっとたくさん見て、カナオの小さな変化にもすぐ気づけるようにするからな。それと、俺は風邪の時にカナオがみかんラムネをよく食べていたなんて知らなかった。カナオのことを一番知っているつもりだったのに、俺もまだまだだな。追伸、カナトとスミレが初めて描いたお母さんの絵です。早く良くなってね、だってさ。炭治郎、カナト、スミレより。もう、こんなの反則。どこまで素敵な旦那様なの。体調崩してこんな幸せな気持ちになるなんて。炭治郎、大好き。あ、カナト、逃げるな。スミレ、カナトを捕まえるんだ。明日には絶対直さないと。待っててね。体も痛くない。炭治郎のおかげね。お礼を言わないと。あれ、布団ごといない。別の部屋で寝たのかな。あ、やっぱりこっちの部屋で寝たのね。仲良くくっついて寝ている。かわいい。うん、ありがとうね。さあ、朝ごはん作ろうかな。